今回やっていきますゲームは、うつろ眉ということでね。こちら今年の12月にゲーム本編がね、出るゲームとなっております。今回は、デモバージョンですね。体験版をやっていきたいと思います。ということで、どうも皆さんこんにちは、めぐです。おとはでーす。譲り合いの精神、きひろです。先輩です。ホラー苦手な人が3人いるけど、やっていきましょうかね。ホラー苦手すぎじゃない？苦手です。先輩だけ平気だろう。かな？いきますよ。はい。どうぞ。おぉ。ドドーンが大きかった今。あ？文字が多い。長いな。1980年、親元を離れ都会で下宿生活を送る男子大学生、陣場湊？主人公かな？ある夜、湊は父、エイジからの母方の祖母である、深山絹が帰属だとの知らせを受け、母の生家がある山深い村、一ノ瀬へと向かった。幼い頃会ったきり、10年以上疎遠だった祖母、実の娘である亡き母の葬儀にすら顔を出さなかった祖母に、湊は以前から嫌悪感を抱いていた。田舎道を進むバスに揺られながら、たった一度、祖母と話した時のことを思い出す。おかゆこ様はね、たとえ眉を出られても、もう口はないし、飛ぶこともできない。卵を産んで死んでしまうの。人がそういう虫にしてしまったのよ。赤く染まる空と闇の影が迫る夕暮れ。湊はこの地で窒息するような恐怖と隠された真実を知ることになる。眉っていうのは、かゆこのことなんだね。かゆこの眉だね。うん。解雇伝承とかかな、まあ、じゃあ、怖そうだね。言われてみれば確かにタイトルロゴ、相当なんか、糸が引っかかってるような。ビヨーンってなってたよね。ビヨーンだったね。やってきますか。これなんて書いてんの？広告？バスの後ろに。祖母に何かがありそうなんだね。大島仏。仏壇店じゃない？仏壇店だね、これね。仏壇店だね。バスの裏に貼るのなんかちょっとあれだな、うん。葬儀屋さんのバスみたいな感じかな、これは。いや、かも広告じゃない。市バスの広告じゃない？ああ、そういうことか。やっぱ田舎だから必要になるんでしょ。そうそう、なんか田舎ホラーっていう感じの。うん。だね。らしいんで。この祖母に何かありそうだよね。ですね。じゃあ、行きましょうか。はい。すっげえ動いてる。なんかこのバス停の感じなんか見覚えがあるな。酔いそう、姉さん。酔いそうだね。後で編集で酔い止め出しとくか、それ見とくといいよ。酔いそうな人はね。声入ってる。ひぬさんの家はもうすぐだ。すごいな。あ、なんか主人公意外と結構年いってるね。大学生っていうよりは、なんか、もっと渋かったね、これ。声変わりしてるから、これ15歳ぐらいじゃん。え、でも、あ、大学生か。母方の祖母が亡くなるってことは、亡くなっておかしくない年齢って考えると別にそんなおかしくもないのでは。30、30プラス20で80歳ぐらいか。調べようよ。ね、え、調べないの？調べます。一ノ瀬バス停。バスが通っていて助かったな。出なきゃここまで歩く羽目になってた。やっぱ結構渋いよ。声。まあ、確かに。バスの来る時間もなんかかなり少ない。バス停のさ、広告、何貼ってたのさっきの。なんか奥に貼ってなかった、いろいろ。これ。あ、広告だけか。時計店。結納品。あ、結納。昔ながらの広告だね、これね。お知らせね。公民館の前。あ、一人、めっちゃ怖いんだけど。あ、行方不明者だ。うわ、リアルだな。うわ、すげえ、カメラズームとかできる。あ、てか名前読める？すごい、ね。大島群像、84歳。なんか、いそうなおじいちゃんだな。友達に似てる。首に倒れてるとか感じはするけど、まあ、友達に似てる？おじいちゃんが？まさかの。黄色のカーディガン、チェック柄のスカート。女の人にカンラって名前。すごいね。サンスントリー、山で行方不明になったっぽいね。こっちは？ね。女の人買い物の後に、って、家を出てから行方がわからないって。36歳か。山に限らずか。ここの辺で行方不明になってるんだね。うん。まあ、剥がれてるのもあるから、解決したのもあるってことなのかな。うん。火の用心。消防団。消防団ね。こういうさ、村って、
ちゃんとやるんだよね。あの、カンカンの火の用心って。あー、年末とかやってますね。しますじゃん。すごいな、縁から。ネズミ返し。ネズミ返し。ネズミ返し。いいな、選曲で。ちょっと好きだな、まず。わかりませんよ。これ、重大なフラグかもしれないじゃないですか。これが主役。ネズミが敵か？桜祭り。これしゃがめるんだよ。あ、ほんとだ。うわぁ、でも見えないな。なんか、左側でも書いてるね。しだれ桜かなんかって。大枝しだれ桜みたいな。うん、4月7日みたいな感じで。でも、だいぶ古い広告をまだ貼ってるっていうことなのかな。そうだね。それだけ整理されてない場所ってことか。ヤマメ。旅。これ人んちじゃないのここ。普通に入ってる、ね。言うだと思いますけどね。怒られるか。あ、これよくあるやつじゃん。ブランコ、あの、左右に乗って。10円ゲーム。ゲームで遊ぶために必要。あの、あれじゃん、酒屋とかに置いてるゲームでしょ、前とかに。昭和38年で書いてあるよ。古いね。うん。インベントリで開く。あ、アイテム見れるのか。あ、なんか持ってる鍵。持ってる、ね。体力。生命丸。メニュー画面では、体力が確認できますと。体力、スタミナ回復する、生命感など、ここから利用するみたいだね。あ、そういうことか。アイテムを使うときは、インベントリを開いて使うって感じかな、じゃあ。そうだね。イメージとして。祖母の家の鍵。これ投げ捨てたらゲームシュートすんなの。祖母が持っていた古い鍵、どこの鍵か、絶対蔵とかじゃん、この手の。どこの鍵かは不明。怖いな。絶対これ開けたらやばい場所の鍵だよな。すごいね。青いビールシート何？踏んで大丈夫なやつそれ。特に何も。特に何もないです、ね。あ、物が入ってるわけじゃないのか。うん。あの、結構固めだからね、ブルーシート。あ、そうなんだ。型は作って、あ、なんか走るとすごい揺れるタイプのゲームだ。水着が綺麗だね。タバコ。景色がね、すごくいいなって思ってる。そう。わかる。まあ山だよね。もう見渡す限り山しかない。綺麗だね。地元と同じ。地元じゃねえか。あ、10円ゲームってそれじゃない？故障中だったわ。横のやつ。故障中じゃん、UFO。横にあるでも。あ、これか。これ使えるんじゃない？これ10円。あ、これあの、あれじゃん、下まで行くやつじゃん。あの、転がしてって。上か？なんかどっちかまで行くやつじゃない？下か？ゴールが下だから。あー、やってみようか。入れて、あの、レバーでこう、ピュン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 ってこう、ちょうどよくするやつでしょ。長押しだと思う、多分。長押しのその力加減でどんぐらいあの、10円が、うわその力加減でいくと次飛んでいくからな、ね。そうそうそう。任せろ。おー。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。今日あの、朝、カービィのピンボードやってたから。いいぞ。え、ここ結構難しそうだな、ちょっと。ここきついね。え？え、ここちょっと怖いな。あ、お。あ、終わった。終わった。あの、あるある。あの、しびれを切らしてやるやつあるある。てか、台揺らすとかあるじゃん。ちょっと R 押していくね。あ、残り5枚あるわ。あ、ほんとじゃん。めっちゃあるじゃん、10円。確認してなかったの？さっき。一枚しか拾ってないと思った。元から持ってたんだね。多分うん、元から持ってた分が5枚あって。うまーい。そこまでスムーズにいくなって。あれ、台を揺らすってなんだろう。引っかかった時に多分あれだったよね。あ、すげえ揺らすじゃん。あ、今惜しかったな。惜しかったね、すげえ揺らすじゃん、台。あ、おい、あ、ワープした。ワープした。ワープした。え、でもこれ、これ難しくない？これ一発入れないと。おかしい。そう。今、めっちゃ欲しい。今、10円玉が吸い込まれる音がしたよ。すごいな。ああ。クシエンド。終わりました。びっくりした。ボボボボボボって言ってから、横からなんか来て殴られてるのちょっと思った。やばい。コーヒー開くね。電波が。あ、そういうこと？これ、勝ったやつ。やべ、10円手に入れた。えやべ、タネ銭手に入れた。終わった。おーい。せっかくのチャンスを。終わってしまった。無理に消してしまった。まあ、進もう。進もう。旅、剣と経典。ヤマメ。右側は何あれ？それ何ゴミ箱？いや、多分、発泡スチロール、あ、消防か。まあ、あれじゃん。水入れとくやつじゃん。うん。右の建物何それ？ネズミ返し。ネズミ返しね。誰かの家これも。うわぁ、このガラス。このガラスの感じ。これ怖いよね。田舎だねー。
透けてんだよね、向こう側は。ね。すりガラスの感じは結構、田舎って感じ。うわー、この、ロックかかってなくて、ないそうな。かかってそうでかかってないやつ。どければ入れるやつね。そう。なんか、あれだね、赤いランプついてるから、消防系かな？だね。あ、そういうことか、倉庫か。なんか上に書いてるよ。消防団、器具庫。器具庫だ。やっぱ倉庫だね。特に何もない感じかな？あー。あ、なんか書いてる。一ノ瀬集落。ダム建設予定地。ダム建設予定地。あ、え、ここじゃあ何？ダムになる。通りで人気がないわけだ。村あるあるだよね。なるほどね。あ、じゃあここ、そっか、もうじゃああれなんだ。立ち退きっていうか、なんか、出てってね、みたいな感じなんだ。田舎ホラーサスペンサーあるあるだね。なんかダム建設。あるあるだね。そう。ふるさとを壊すな、ダム絶対反対。あれよくあるね、こういうの。これどっちだ？現地の人と、あのダム、どっちだろう。え、私左だと思うから右から見ていきたいから。びっくりした。すいません。吐き気止め飲んできます。あ、はい。いってらっしゃい。ごめん。いってらっしゃい。進めてていいです。歩くと揺れるから多分ね、あれなんだよね。余計に、あの右側のやつなんだ。完全。あ、これ家か。単純に。配合資料。ああ、農家とかそういう系の、そうだね、畜産系のあれをやってるところがあるんだろうね。すごいリアルだよね、ものが。ね。草。草草草、めっちゃ草。草原。10円。10円だ。あ、てかさっきのところで80円なんか使わずに持ってたらジュース買えたのかな。ああ。飲めるようなものがあるのかどうかは置いといて。ゲームとかやるから、すぐに。もうお金持ってたらすぐ使っちゃうんだから。ダム絶対反対って書いてる。10円。10円だ。落ちすぎじゃない ?10 円。めっちゃ10円落ちてるよ。うわ、なんか、神社っぽそうな入り口。灯籠あるし。灯籠だね。墓地だ。うわぁ。うわぁ。墓地だね。うわぁ、しかもなんかあの、墓石の形がただの石だからマジで古いタイプの墓地じゃん。やだぁ。やだとか言うなよ。てか、うちの山？うち山にさ、あの、土地がありまして、うちの山、はい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 、の集落の墓地はこんな感じだよ。あ、でもうちもこんな感じだよ。うちも、あの、あれ。嫌だとか言うなよ。いや、でも多分ここよりひどいっていうか、もっとなんかね、あの、さっき立ってる石あったじゃん。ひどいとか言うな。削られてないさ、石あったじゃん。ありましたね。恨めしいや。いや、なんか、なんかあの、はい、あれよりもっとひどいタイプのね、墓がね、いっぱいある。宮間家の墓。あ、これ、おばあちゃんち。この墓は、母さんの実家の墓か。佐一じいちゃんも、この下に眠ってるんだな。おじいちゃんすでに他界してるんだ。ってことは、空き家かも。でも大体こういうお墓って基本的にもう下にないよね。本来、骨。そう。場所による？山の中だとないこと。山の中の墓地だなーって感じなのと、こう、しっかりお家がある家って、こんな感じだっけみたいな。うわ。いかにもなんか金持ちの家、一番奥にあって。なんか地主じゃん。地主だね。ね。だって、墓一回行かなかったもんな。じいちゃんの縄文に来て以来だな。この家に来たのは、その時一度きりだが、あまり変わっていない気がする。あれから10年以上経つのか。セーブはないんだ、うん、オートセーブだからチェックポイントになっちゃうんだね。なんか養蚕で稼いだ地主の家って感じね。養蚕？養蚕、蚕を育てる。あ、お蚕様の話がなんか出てきたから多分そういうあれだろうな。金持ちだったんだろうな。時代変わってって感じか。でもなんかあれだね、おばあちゃんがなんか死んで、あ、でもそっか、すぐなのか。割と結構なんか庭全然
荒れてないなと思ったけど、もっとなんか草木とかボーボーになってもおかしくない、うん、まだ亡くなって間もないんでしょ。既得の連絡受けてるからまだ死んでないんじゃない。もう死んだの。あ、まだ死んでないのか。あ、でもなんか既得だから死んではないのか、まだ。まだ亡くなってはいないみたいです、ね。あれか。やっぱ金使って雇ってるのかな、庭師とか。めっちゃ綺麗だよね、庭。うん。なんかある。お手紙。絹さんへ。役場の若造どもがわしのところにやってきて、村長であるわしにあんたを説得してほしいと言ってきた。ダム建設の立ち退き要請に絹さんが延々ごねていると。先祖代々守り続けてきた土地を追われるのは皆辛い。辛いが仕方のないことだ。わしも村の衆も涙を飲んで判をついた。解雇でなした宮間家の財があれば、どこへ移っても金に困ることはないだろう。そろそろ潮時だとは思わんか。ここだけの話、大きな金が動く案件は良くない噂も耳にする。手荒なことをされぬうちに腹を決めることだ、村長。村長はじゃあ、あれなんだね。なんか、ここから動いたらやべえぞっていうのを分かってるから、断固反対っぽくも見えるよね。こういうゲームやってると。そんな感じはする。しかもなんか解雇でしょ解雇伝承で。なんかこう沈めてる系のこの家が。なんかお解雇様って言ってるってことは、なんか絶対そういう、なんかこう、何崇拝じゃないけど、されてる存在がいるんじゃないか、どっかにって思うけど。人間的な意味で。解雇虫でしょ。いや、だからそういう超常的生物がいるんじゃないって話。あ、そういうあれなんだっけ、それか、アイテムそういう物質呪いのなんとかみたいな。鶴の恩返しみたいな感じで、人間的なやつがいるってこと。いや、鶴の恩返しではないよ。預かってきたはず。電波が。だってなんか人間から、いいようにやられてる解雇が人間のことを助けてくれるわけないじゃん。うんうん。まあ確かに。人間がいないと生活できないように改造されてるんだからって。人間の価値観ですけどね。そういう考え方も。まあ、とりあえず開けますか。開けましょう。わ、すごい。すげえ。鍵がリアルだ。ちゃんとしてる。ちゃんとやるんだね。すごい、ね。ほんと綺麗だな、このゲーム。うん、レベル高いよね。いろいろあって。綺麗すぎて見てるの辛いけど。昨日から6人寝ていないし。閉めようぜ。さすがに閉めようぜ。ここから休もう。鍵、閉めれないのか、内側から。田舎あるある。あ、なんか左側も調べるとかあったよ、今。左左ん左なんで右を向くんだお前は。こっち、うん、あ、ほんとだ。あ、穴が開いてる。あ、電気 か電気。今はつける必要ない。つけようよ、怖いよ。今明るいからね。暗っ閉めた。中はつけようぜ。え、いや、つけようよ、ここはさすがにここはさすがにつけようよ。10円。あ、10円この棚のガムなんて書いてた上、掛け軸。ガムサオ。え、そっち？逆から読むんじゃない？写法無我とかそういう感じ？うん。おさむら？右からじゃない。読むなら右からな気がするけど。おしゃぶら。おしゃぶり。おしゃぶら。おしゃぶり。おしゃぶり。いや、お、しゃぶ、ががが、です。うん。おしゃぶりじゃないな。わかんない。まあまあまあいいや。あ、でもなんか田舎っぽい、このなんか道の角になんか物積んでるの。ね、田舎のデケイあるあるみたい。トイレとかかな、これ。あれ違うんだ。物置だ。物置か。物置か。何これ。蚕棚か。ああ。はいはい。父さんから聞いた話では、深山家は、なりわいにしていた三種行を随分前に辞めてしまったらしい。その名残か、絹さんはここで蚕を飼っていて、子供の俺に、解雇の話をした。絹さんと話したのはあれきりで、すごく嫌な話だった。え？なんで？いや、だから、その人間の都合で、解雇を、まあ、人間のため の、 生き物にしてしまったっていう。あ、介護士にしてたからか。っていう話だからでしょ。あ、で、ちなみにさっきの、かかってた文字、なんですけど、うん、これはね、処方無我と読むらしくて、おー、はい、世の中のすべての物事はつながりがあっていて、個として独立しているものは一つもないですよという意味らしいです。あー、点と点じゃなくてちゃんと線ですよっていう話ね。なんかその介護士の解雇の話を聞くと嫌な予感がするね。すべてがつながってますよみたいな。あ、まあまあまあ。
10円40円でいいか。4倍。金持ちじゃん。ジュース飲める。やったぜ。閉める。閉める。一応ね。後ろからなんか音すげえリアルだな、今の。で、ね、ガシャンの音。うわぁ、田舎のだ。めっちゃ昔の水道。わ、すげえ、時間書いてる。こんな仕事みたいな家ある。仕事なのか。の予定表。いや、違うでしょ。既得っていうから多分病気であんまり動けなかったから、誰か呼んでたんじゃない？手伝ってくれる人でも祖母の一日の予定表とかだよ。だからそう、こういう風に行動するから手伝ってくださいっていう予定表じゃないの。ヘルパーさんに対しての。そう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 。はい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 。鶏飼ってんだ。風呂場でなくした兄弟の鍵を探すこと。16時から死んだ鶏の焼却が必ず毎日入るってさ、そんなに死ぬのかな。毎日じゃないんじゃない。書き換えてるんでしょ。まあまあそう、まあそうだけど。まあこれを焼却するんだね。夕食2回あるんだ。ってことかな。ん？18時と21時に夕食2回あるよ。本当だ。本当だ。夕食2回ある。え、朝食も2回ある。入浴も2回してる。え、6時半と8時。そうだよね。朝食も2回ある。なんかおかしくない？朝食食べた後に朝食の支度になってるよ。え、これもしかしてあれか？自分の夕食と人にあげる夕食が別？あー、なるほど。そんな。祖母がだからもともと誰かに、ご飯を作ってた時とかのスケジュールなんじゃない？これ。最初に食べて、誰かにみたいな感じか。そう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 。仕事してる人に。うん。それか、別の考え方をするんだったら、これも、おかしくなっちゃってるっていう感じだよね。ああ、ボケてるから2回食ってるってこと？そう。それをわざわざ書くから、ね。あれだね。やっぱおかしくね。鶏。やっぱおかしくなっちゃってない？いや、燃やすから、腐らないように入れてたんでしょ。いや、それでも冷蔵庫に入れないでしょ、家の中の。死んだ動物とかってさ。もう、筋力ないから、持つと、糞尿が垂れ流れるんですよ。だから、そんな運ぶとかってしないよ、普通汚いから。入れるとしたら袋に入れてたろ、どっちかっていうと。そう、しかもさ、こんな血まみれの状態で置かないからです。なんか突然バイオハザード味が出てきたな。家の中に持ってくるとしても、ちゃんとその、いたわって持ってきますよ、普通は。うん。状態じゃチキンだもんな。すごかったな、今。裏口。これ裏口かな？出れる？社員って書いてあるね。あ、社員扉とあれってこと？もしかして。表玄関と社員玄関みたいな。あ、ってことか。あ、ここで授業やってたからね。ここでだからそう、解雇やってたからじゃない。あ、鶏いるじゃん。ありますね。生きてる鶏もいるよ。この井戸に落ちて。え？じいちゃんは死んだ。不注意で落ちた事故だったらしい。本当か？まあでもある話ではあるよな。移動危ないし実際。なんかあるか。ニワトリだ。ニワトリだけど何もない。持ち上げようぜ。え？持ち上げて騒ぐまで待とうぜ。それは、そんな心ないことしないんで。私。あ、伝わってないこれ。え？ゼルダであるんだよ、そういうのが。ああ、ネタか。ゲームネタだったらクソ。え、先輩は通じてたから。うわ、なんか無邪の仮面が、無邪の仮面だっけ？そう、ゼルダシリーズで大体あるんだよ。鶏を持ち上げると、おー死んでる！死んでる。いや、でもさ、おかしくないこの血まみれで。殺されてない？亡くなってるの。死んでる。そうだよね。切られてる。あれさ、それ足元に落ちてんの何？包丁？棒？いや、もうちょっと手前、もうちょっと手前。棒だよ、棒。あ、ほら、それ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 、羽が散ってる先に落ちてるやつ。あれで殴ったのかな？いやいやいや、棒だよ。いや、棒だけど。てか、ゲーム機あるじゃん。え？ほんとだ。なんでこんなところだよ。もういいよ、もういいよ。不謹慎だよ。もういい、もういい。いいよ、いいよ。80円貯めて、後でジュース買い行こう、それだったら。それだったら、またゲームしてられるのがいい。節約に目覚めたんだ。そう、節約に目覚めたから。ストレス発散で殺してたとか、そういう話なのかな。このゲーム80円で販売するのかな。でもなんかあれだね、さっきの祖母のスケジュール表を見てるとさ、なんか祖母が解雇になったみたいだね。え？え、あ、世話されてないと生きていけないって話ね。あー、その発想はなかった。確かに。こういうつながりがあるっていうのを聞いた上で、ああいうスケジュールを見るとなんか、あ、人間も結局そういう感じになるんだなって思うよね。解雇がどうみたいな話もそうだけど。いや、たたりかどうかはわかんないけど、なんかいずれ結局病気の人間とかもそういう道をたどるんだなって。ヘルパーとかそういう、こう、他者の助けをなくして生きていけなくなるわけじゃん。すべてが滞ってしまって。あ、ここ外しといた方が良さそうだよね。裏口から逃げるように。すげえリアル。
音。ここどこ？あ、表の庭に続いてる場所って感じか。そうっぽい。まあ一周してくる感じじゃない？ね、かな？閉めたら意味なくない？開けた。駆け抜けていくんだったら開けてた方がいい。確かに。で、これで正面か。これで一周した感じか。そうだね。じゃあ次右見てみる？右行ってみましょうか。こっち側行ったもんね。暗いんだよな、部屋が。そう。こっち側明るいね。自然光に頼ってるからね。あ、黒電話だ。黒電話だ。すごい。下開かないのそれ。あ、開きそうじゃん。ん？うん。開かない。気合で開けろよ。で、やれよ、バッて。気合で。ダメだね。ん？ダメか。ん？叩かれた？いや、なんか。今なんかドスンって言わなかった。なんかカコンって今。なんだろう。なんだろうね。あれ一輪挿し綺麗だね。左側。あ、仏壇。うお。電気つけたいな、これこそ。確かに。わ、なくな、なんかすげえ美人の人いる。すごい美人だな。なんかテイストが違う。なんか、リアルなおじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん。真ん中のさ、美少女、あの、調べれるのが多分あれだよね。サイチじいちゃんだっけ？だよね、多分。サイチじいちゃんの家だ。うん、あんな事故さえなければ。一番左、本当にじいちゃんか。帯、女性ものじゃない？気のせいかな。一番左は女の人でしょ。おばあちゃん、おばあちゃんか。ひいおばあちゃんじゃない？家があるってことは。そうだね。多分そう、調べるマークが出てる上がおじいちゃんだろうから。うん。な、一番右の人なんかかなり古い写真のはずだけど、めちゃくちゃ美人なんだけど。これは 3D 美少女だぞ、これ。ゲーム違ってやるぐらい美少女。仏壇ね。あ、線香あげた方がいいね。あ、そうだね。線香あげよう。うん、お線香大事。すげえ。あー、すごいリアル。リアルだね。あの、美少女の人さ、いや、そんなことないか。ねえ、ちょっとねえ。あれで、精霊とかそういうあれじゃないのって思っちゃったけど。わ、音めっちゃ綺麗。すごい。鳴らし方が上手いタイプの人。サイチじいちゃんは、井戸に落ちてしまう。ASMR か。物知りで、優しい。いいじいちゃんだった。キヌさんは、じいちゃんが俺たち家族と親しいことを知っていたのに、ん？亡くなったことを、娘の母さんにさえ知らせなかった。あ、気なくさい。じいちゃんが死んだと知ってから、母さんはひどく塞ぎ込むようになって、それで。え？母さんも。やっぱ井戸じゃなかった。あんな非情な人が、俺の祖母だなんて。直接の死因は、井戸への転落かもしれんけど、多分経緯が違ったんだろうね。え、これなんかワンチャンなんかおばあちゃん本当になんかただ守りたかっただけで言わなかった説全然あるよな。うん。可能性として。絶対普通の事故ではないよね。やめてよ、そういうとこ飛び込もうとするの。いやいや、なんかないかな、みたいな。こっちはなんだ？あ、祖母の部屋かな？ネズミ返し。ちょっと待って、こんなところにもあるの。ファンだったんでしょ。緊張のスプレーじゃん。なんか子供の絵あるじゃん。あ、え、もしかしたら主人公の絵とかかな。バグキラー。バグキラー。バグキラー。え、これあれじゃない、主人公の絵とかじゃないの、この変わってるやつ。あー。あー。わ、おじいちゃん大好きって書いてある。だね、主人公だね。似顔絵。大好きなサイチじいちゃん。え、お元気ですか？僕はこの春小学生になりました。毎日学校へ行って、国語や算数を勉強しています。僕はじいちゃんにお願いがあります。僕に昆虫採集セットを買ってください。お母さんは、蝶々もトンボもおもちゃじゃないから捕まえて殺してはかわいそうだと言って買ってくれません。僕の友達はみんな持っていて、僕だけ仲間外れです。次はいつ僕のお家に遊びに来ますか？僕はおばあちゃんに会ったことがないので、おばあちゃんも一緒に来てほしいです。じいちゃんが帰ると僕はいつも悲しくなります。毎日お母さんにじいちゃんがいつ来るか聞いています。お母さんは、じいちゃんは遠くに住んでいるから、たくさん遊びに来られないと言いました。早くじいちゃんに会いたいです。お返事待ってます。港より。あの、奥の字が可愛いね、ちゃんと。習いたてのひらがなで書いたんだっけ。結局、じいちゃんから返事はもらえなかった。
これってことはじいちゃんの不机ってことかな、この机は。かな。てか昆虫採集キットを頼んだのが良くなかったってことかな、もしかしたら。ああ、まあでも昆虫採集キットをお母さんが嫌ったのは多分その養蚕業のあれなんだろうね、影響なんだろうな、感はある。お、何？あ、隠れる。隠れるの。何？ここが、これがホラーゲームだってことを思い出させる片鱗が。本当だよ。これは、しかも裏側の作りめっちゃリアル。ギシギシ言ってない？この上の布感あれだな。え、出るのあれじゃないの？調べるボタンじゃないの？いや、違う、ギシギシ言ってない？え、床が鳴ってるってことでしょ？そう。自分が歩いてる感じ。すごいね。大丈夫だよね。自分が歩いてる音だよね、これ。自分が歩いてる音だよ。え、なんかめっちゃ音リアルでやだ。音もそうだし、裏側もそうだし。応接間？だるまさんが転んだ。あ、すげえ。家紋だ。家紋があるんだ。なんかかっこよ、すごいな。家紋。何掛け軸？何柄あれ？電話で痛み止めの生命眼を注文。痛み止めなんだ、生命眼って。これが回復か。あ、それ？それ生命眼。今、こけしかと思ってた。生命眼です。私もこけしかと思った。体力とスタミナを完全に回復する。一粒かな、これ。危ねえよ。回復アイテムの使用。これ押していいの？使わないでね。え？あ、ブーってなってるわ。まだ減ってないからな。ダメージを受けてないから。減ってないからじゃない。ここに隠れたりするのかな、こうやって。でもそれは見つかるでしょ、さすがに。そっか。あの掛け軸ない？鶴？なんで今バツ出た今。なんかおかしくなった。裏側からだからなんか判定的に当たれないってことでしょ。表側のやつは裏側から当たれないみたいな。行き止まりだ。全部の扉開けっぱなしにしてるけど大丈夫かな？え、てか開けっぱなしにしないとどこ調べたかわかんなくないっすよ、これ。確かに。まだ多分ね、左行って右側が多分あんまり探索してない気がするけど、あ、でもいや、右側なかったのか、そっち物置いてたから、こんだけ。これでキッチンだから、ここ調べたでしょ。あ、右調べてないのか、これ調べてない、ここだ。あ、ここか。ここでならゆっくり休めそうだ。あ、なるほどね。さっきなんかお父さんが来るまで休もうみたいに言ってたもんね。ここ行ってなくない？そっちはなんだ、ここ行ってないんじゃない？暗っ。今めっちゃ暗くなかった。太陽のあの反対側だからめっちゃ暗い。え？いや怖っ。え？待って、なんか奥、なんか、え？怖くね、奥。待って。え、ちょ、手前から調べていこう。おかしいぞ、なんか。あそこ棚も開けれるよ。あ、これあれじゃん。なんだっけ、風呂場にあるみたいな。あ、あの奥もしかして風呂場あんのかな？今んとこまだ風呂場なかったから。あ、いや、だから風呂場には鍵が落ちてるって書いてたじゃん、スケジュールに。あ、はいはい。多分それを取りに行くんだな。これも隠れるスポットか。なるほど。え、でも隠れるスポット覚えておかないとあれなんだろうな。隠れることがあるってことだもんね。あ、なんかある。うん。あれ？変身あるじゃん。あるね。ミナトへハガキをありがとう。ミナトが自分でハガキを書いたんだね。大変よく書けていて大したもんだと驚いたよ。とか、お母さんは昆虫採集セットを買ってくれないのだね。じいちゃんも若い頃はたくさんの蝶を集めていたんだ。けれども、ある人に港と同じことを言われてね。それから蝶を捕まえたり集めたりすることをやめたのだよ。命を奪って綺麗な姿をとどめるよりも、生きている姿を眺めることにしようと決めたんだ。昆虫採集セットは買ってやれないが、夏になったら蝶やトンボがたくさんいるところへ港を連れてってやろう。おばあちゃんは家の仕事を忙しくしていて会えないのだよ。だからおばあちゃんの分までじいちゃんとうんと遊ぼうじゃないか。港と別れるときはじいちゃんも毎度寂しく思っているよ。別れ際に港の頭を目いっぱい撫でてやるのも、次に会う時まで港が元気でいるようにとおまじないをかけているんだ。寂しかろうが、じいちゃんはおばあちゃんを手伝ってやらなくちゃいけない。ただ怒れず、聞き分けのいい子でいておくれ。夏に会いに行くよ。約束だ、じいちゃんより。じいちゃん、ちゃんと俺に返事を書いてくれていたんだ。この返事を出す前に、じいちゃんは。え、そんな前に亡くなったってことじゃん。そういうことだね。かなり前なんだ、じいちゃん。汚ね。あ、でもなんか整理整頓がされてないところってなんか、精神状態が良くない人が住んでるっていうよね。
いやでも、まあ、あの別に片付けれない人間もいるから、なんか一概に必ずそうとは言わんけど、ていうかここが引ける理由よ、何も入ってないのにさ。まあ、まあ入ってるんですけど、プラグじゃない、あの膝抱えてうずくまってる女の人に見えた。あ、言わんとすることはちょっとわかる。いや、遺灰の仏壇にあったさ、女の子誰だろうねあれ、うん、でもあって、あの紫色のクッションとかが置かれてたから、あれだけ、あれと横のおじいちゃんだけ、かなりだから、あの何、古い写真であることは間違いないだろうけどね。うん、あれがお蚕様かな。左側の棚も多分調べれるんじゃない？ん？右。あれ調べるとこなかったっけ？ないない。あ、ないないない。この奥で怖いの。なんか空気おかしい。あ、トイレ？トイレ、トイレ。左トイレ？トイレ。空気おかしいって匂い的なこと？え？トイレ2つある。うわー、田舎のトイレ。田舎のトイレはこうだよね。な、男子便所丸見えみたいな。うん、まあ、確かに。こいつはもしかして靴で入ってる？私？いや、スリッパ履いてなかったけど。物置だな。これ解雇だなじゃない？それも解雇だなね。まあやってたら多分いろいろあるでしょ。こっちはじゃあ作業場へ続く廊下とかそういう感じか？なんか暗くなったぞ。日差しの多分加減の問題だとは思うけど。すげえ埃のパーティクルが。ダイヤル城。昔来た時もこの部屋には入れてもらえなかった。やっぱこれ作業場、なんかうねうねしてる。何あれ、なんか奥うねうねしてる。わかる、あの真ん中はうねうねしてんの。いや、わかる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 。ここでもそれあれじゃない、背景の反射とかじゃなくて、あ、反射するようなものある。後ろ向いてそのまま。こうさ、窓ガラスの向こう側さ、ちょっと透けて見えるんだよね。それが、ここまでなんかうねうねしてるのおかしくない？え、なんかいるんでしょ、だから。置いとこう。どうせまだダイヤルがわからないんだ。ダイヤル城としてありそうなのって言ったらスケジュールぐらいだけど。蚕の眉か。違う。でかくね。それは多分普通のバスタオルとかと思う。いや、だから、あの、普通のじゃないっていうかさ。あ、眉で折ってるってこと？いや、あの、じゃあ、普通の虫じゃなくて、なんかやっぱり。でかい眉の可能性があるってことでしょ？そういうことです。で、その、でかい眉の可能性があるのが、これよ。でもなんか、そうやったらもっとなんか、あの、既製品っぽくない、おどろおどろしい感じで出てくると思うから、多分違うと思う。普通に服だと思う、おそらく。まあ、絹の可能性は全然あるけどな。うん、ていうか、まだ風呂とかなんか、左側。その辺の風呂じゃない？こっちも見てないのか。うお。風呂？家の不自然な美少女見てるの。ええなんか光ってたけど。なんかこれ。あ、10円。なんかそういうライト。札だよ。そういえば、昔この家に来たとき、これと同じ札を。母さんが見て、気分が悪くなると嫌がっていた。それこそ異常なくらいに、なんだろう、この札を見ていると頭が痛くなってくる。なんかこれあれだね、カイコっていう漢字っぽくも見えるね。なんだろう、天とかみたいな。確かに上がね、そう、セーブポイントなんだこれ。あ、ちょっと安心だね。主人公頭痛くなるかもしれないけど、この登場の仕方ビビるでしょ。ふわーんって。こっちは心が安らげよ、これ。そうかな、私は主人公の家系かもしれない。ゆりだな。お札はでもなんか急に見たら正直気分が良くなるものじゃないよね。パパスメロ。クレンザーはそのままなんだ。いいのか、これ。クレンザーそのままなんだ。クレンザーはなんだろう、クレンザーっていうあれだから。商品名じゃなくて、そう、あれでだからでしょ。ちょっと休んできます。あ、はい、酔っちゃったか。酔っちゃった。ザコって書いてない。え、ザコって書いてなかった。ザブザブ。あ、サブ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 ね。ザコに見えた。急にバトル。あ、ここ風呂場だね。鍵探そうぜ。ないのかな、鍵。水出したら鍵浮いてこない。あ、なんか下にあるよ。
風呂場の。待って。なぜ閉めれた？いや、ちょっと待って。なんかね、暗くなるのよ、たまに。まだ出てこないって大丈夫？水は取ってないと。そこが？その中に鍵。排水口の中。取れないの？それが取れない。取れないのか。あ、水入れて溜めたら浮き上がってくる系？いや、流し続けろよ。いや、どうだろう。なんか溜まる雰囲気感じないな。溜まる雰囲気ないな。普通に鍵とかだったらどっちかと沈むんじゃない？確かに。いや、なんかほら、あの、あれかもしれん。浮く素材の飾りがついてるかもしれん。ウサギとかの。かわいい。赤いもか、それこそ。まあ、閉めとくか。水道代もったいないし。細長い棒的な感じの、あれか？かな。引っ掛けてくるものを探す的なやつかな。え、急にめっちゃリアルだなと思ったよ、今。外を。すごい風吹いてんだね。こんだけ？じゃあちょっとなんか休めるか見てみる？その中、部屋の中。この部屋まだ調べてないでしょって。うん。テレビとか棚とかあるけど。映ってなくね？あ、映った。今日の天気。お伝えします。怖。こんばんは。今夜は西寄りの風が強まり。気温の方が例年より低め、電子ボイス。お外では肌寒さを感じることでしょう。では、天気図をご覧いただきましょう。日本の気圧配置は、西高東低の冬型です。うわ、ちゃんと右から聞こえる、気持ち悪い。北海道を除き、日本海側では雲が多く、大雨の雨となるでしょう。このでっかい秒針の音がなんか田舎の家って感じ。これだよね。おおむね晴れとなるでしょう。続いて、関東の天気です。なんでキョロキョロしてるのさっきから。いや、なんか通りそうだなって。大体晴れとなりじゃあもっと引きで見ればいいのに。テレビ。この眼。いや、この見方怖っ。また、関東地方の多分通ったらね、音とかするから。あ、そうだよ。あと勝手に向いたりしてくれると。多分なんかまだね、不思議なことが起こってないからまだだと思うよ。お子さんが迎えに来るの待とうだから、多分迎えに来ないとかっていう話があってから。なんか言ってなかったさっき。どこ？何県だった今。エンドレスだ。こんばんは。え？UFO？ 幽霊。UFO？ 宇宙人。この世のなこと。月刊オカルト。月刊ムーみたいな出し方してくる。変えてたね。今度のドライブ。なんでトカゲ撃ってた？爬虫類。なんでさ、なんでドライブしてんの？どういうこと？なんで爬虫類？あ、ドライブだ。人生はドライブで山あり谷あり、分かれ道もある。先のことは分からないから、今の風を感じて走ればいいんです。さあ、ドライブへと繰り出そう。分かんない。なんでユダヤしてんだよ、今度のドライブ。分からん。あれ、擬態してるじゃなかったっけ、揺れるのって。あ、これ切り？切ったわ。これかな？うん。花見を出たな。特に何もない、ね。綺麗な。あ、なんかお茶飲めるよ、お茶。夜まで休むかさ。ああ、探索そうだね。終わったし、いいんじゃない？休んで。寝ようぜ。こたつ寝て風邪ひこうぜ。風邪ひくか？大丈夫か？ん？いや、怖っ。急に。わー、カイコだやっぱあの奥誰かいるよ。通ったね、今。めっちゃカイコアップで出てくるじゃん。あ、おじいちゃん。いいぞ。あー、浮いてる、おじいちゃんが。カイコだ。
かわいいね。お母さんかな、もしかして。これ。あ、お母さんも亡くなったって、あれお母さんか、あの美少女。の可能性もあるよな。でもお母さんにしては写真が古すぎるから違うんじゃない？うん。写真は違うと思う。うん。さっきの泣いてたのはお母さんかもしれないけど。え、いや、怖っ。飛び込みってこと、お母さん。かもしれん。止まれ。あー。生きろ。めっちゃ嫌な夢。怖いな、これは。一人でさ、こんなところで目覚めたらたまったもんじゃないな。しかも知らない家だしな。嫌な夢だった。知らない家ではない。クリスの夢なんて。いや、自分家じゃないじゃん。まあ、確かに。え、でもなんかおじいちゃんが死んで、ちょっとしてお母さん死んだんだったら、すごいちっちゃい時にお母さんも死んだんでしょ。しっかり日が暮れたな。とりあえず明かりをつけるか。どこだ？テレビを。明かり、あ、それか。まあ、小学生ぐらいの時になってことだよね。そうだよね。まあ、だから少なくとも中学生ぐらいの時にはもうお母さんいなかった可能性が高いってことでしょ。え、もうやめていい？ならお母さん若くてもこれからだろ。おかしくないな。もうやめたい。若くてもおかしくないね。見てこれ。でも写真はモノクロっぽかったから。もう無理だろ。もう無理だろ。電気つけて回ろ。電気つけて回ろ。これもう無理だ、これ。先輩に変わろ。操作を。え？動けなくなった。なんか。玄関の方だ。父さんか。叩かれてたね、ドア。お父さん迎えに来たんじゃない？とりあえずなんか道中の電気をいっぱいつけた上で玄関に行こうよ。待って、玄関開いてんでしょ？やばいじゃん、これ。いや、開けとけよ。なんでだよ。逃げるかもしんないんだから開けとけよ。全力ダッシュして逃げなきゃいけなくなったらどうすんだよ、あれ。開けるのロスだぞ。これセーブだけしとくか。あー、セーブそこじゃないよ、セーブそこじゃないよ。セーブもうちょっと手前だよ。なんでバックで下がるんだ。そこを左曲がったとこでしょ。あ、こっち？あ、そこそこ、うん。そこだよ、セーブ。ああ、心のオアシスだ。もうやめたいよ。操作変わればいいじゃん。え？操作変わる？え？変わればいいじゃん。大丈夫な人に。どう、鍵が浮き上がってきたりしない？あ、水でも止めちゃったからな。うん。まあ、多分なんか引っ掛けるの持ってくるんだろうしな。ないね。うん。意地でも変わらないのは何だった？あれか？てか早く行けよ、来客やぞ。電気つけて回れって。早く行って。びっくりした。そこ扉や。右手前。右、ライト。なんか、え？先輩変わる？待って。なんかやばい。ん？え、まだフラグ取ってないんだから来ないって。違う違う。違う。なんか、ページめくるような音してんだってさっきから。わかる？聞こえてる？それはって歩いてるからでしょ？自分の足音？足音でしょ？床が擦ってる音でしょ、足を。そんなことある？あるでしょ。畳じゃないの？だって。畳の音？電気はだから右側だって。どこ？右って右、そこの壁だ、その壁、その壁。壁。おぉ。電気代が気になる。もう電気代なんか気にしてる余裕がねえってことよ、プレイヤーは。私、プレイしてないから言えるだけだし、だって。左か？おぉ。ないな、電気ここ。あるでしょ。奥だわ。おぉ。全部開けとけばいいのに。動線が見えない方が怖くない？うん。あ、壁そっち側か。もうやめたい、マジで。変われよ。変わる？先輩やる？え？変わってもそんな変わんなくない？廊下の電気とかないの、これ。終わってんな、この家。やめようよ、もう。終わってんな、この家。面白すぎる。行こう。まだフラグ立ってないから出てこないって。玄関の後だって、どの道。
開けんの？え、でも開けないとしょうがないでしょ、ストーリー的に。え？鶏だ。え？鶏？鶏だよな。鶏だね。しかも首だけ？おお。速攻で締めた。少なくともね、玄関開けろってわけなんですか？もしもし。ミナト、私だ。誰だよ。お父さんじゃないの？なんだ。ああ。父さんか。今どこ？何時頃こっちに着く？そのことなんだが、今夜は帰れそうもない。今、転院先の病院からかけているんだが、どうにも厄介なことになってきた。何先ほどまで警察と話をしていたんだよ。警察？なんで警察なんかと。キヌさんが倒れた原因が、病気や事故ではないかもしれないということだ。転院先の医者が、キヌさんの首に絞められたような跡を見つけてな。それじゃ、イヌイットで。あの人は誰かに襲われたせいで。まだそうと決まったわけじゃない。決まったわけじゃないが、用心するに越したことはないだろう。ミナト、一人で大丈夫か？全然大丈夫じゃないよ。当たり前だ。子供じゃあるまいし。大人でも無理。そうか。ミナト、気をつけなさい。無理だよ。ああ。おやすみ、父さん。もう一晩寝よ。でも声震えてんだよ。もう一晩寝ようでもう一晩行く？もう一晩寝ればお父さん来る。喉が渇いた。台所で水が。渇いてる場合じゃないと思うよ。台所にってことですね。水を飲む代わりに血を飲まれるぞ。どこだ？で左じゃないよ。どっちだっけ？左。やばい。右手。もうダメだ。左。キヒドン、あれ、目閉じてていいしばらく。左。そこ。すぐ。これでも、さっき、コップとかあるのこれ。直飲み？直飲みじゃん？あ、それ使うんだ。よりにもってそれ使うの？横のなんか洗ったところみたいなところから取るんじゃないの？まあ、綺麗だし。まあ、綺麗だけどさ。おぉおぉいや、おい、めっちゃ怖い。やばくない？そっち裏道だよ。そっちはい、あ、いや、閉まってる。めぐさんがさっき閉めたから。でも、鍵は閉めてないでしょ。田舎に鍵なんかあるか？あるよ、田舎なめんな、バカ野郎。これ見に行かないだめ。少なくとも、うちのばあちゃんちは、鍵かかってないよ。まあ、右だろうな、住んでたから。あの、裏側じゃないかな、多分。あの、鶏死んでたとこらへん。それか、あの、あれ？井戸？うわあ、いるね。食ってる足だけ裏だけ食ってる。やべえ。あ、カイコじゃん。模様が。セクシーですね。セクシーですね。やばいよ、これ絶対。逃げよう。あここで終わりだ。よかった、安心したよ。怖すぎ。チェイスして終了かなと思ったんだけどな。チェイスしなかったね。サンキューフォープレイングだって。え、怖いよ。ということで。どうでした？いや無事クリアしたかなって。クリアしてないのよ。してないのよ。運営から見逃してもらっただけなのよ、これに関しては。真面目にコメントするなら、とても綺麗で作り込みのあるゲームだなと。田舎の感じもすごい表現されてるしね。うちの祖父母の家もあんな感じだから。そうだね。あそこまで薄暗くはないけど。いや、めっちゃ気になるけど、ね、絶対これプレイできない、私。実家もあんな古い感じじゃないけど、なんか田舎の雰囲気ってのはなんか似てるかもしれない。うん、そうだよね。うん、すごい。お金ある田舎の家って感じ。広かったしね、実際、かなり。うん、めちゃくちゃ広かったね。キヒドンどうでしたか？はい、ありがとうございます。あの、メインメニューに戻ろう、とりあえず。そうだね。
ということで、こちらのゲーム、今年のね、12月7日に発売ということで、気になる人は購入してみるといいんじゃないでしょうか。怖いね。あの幽霊がさ、やっぱりホラーものってなると、どういう存在なのかっていうの気になるよね。そうだね。確かに。まあ、どうなんだ、解雇の恨みなのか、それとも、おばあちゃんが隠していた何かなのか。うん、何かね、何かしらなのか。ホラーものってその研究したくなるから、全てのことにはね、うん。繋がりがあるそうなので、何かしらの因果関係は、まあ、判明するんだろうなとは期待してる。うん、そう、その因果関係は知りたい。でも絶対最後の解雇ではあるよね、多分。柄が解雇だったし、幼虫の柄だったよね、あれ。多分。解雇の。で、多分、世話する人がいなくなったから餌を求めて鶏食ってるってことでしょ。あ、そういうことか。え、じゃないの？幼虫ならまだってことだよね。幼虫はって一応動けるから。つまりあと第一形態残してる。自分で葉っぱ食うからさ、だって。第二形態残してるってこと？第二形態がだからあるんじゃないかって私は予想してる。飛ぶってこと？で、おばあちゃんがだから世話してたとかだったら、世話しなくなったからっていうのもあるんだろうけど、うん。ワンタンおじいちゃんが死んだのってこれに食われたからの可能性ない？襲われたからの可能性っていうのかな？襲われたはあるよね。ありそうだよね。おばあちゃんもだから首絞められたってその可能性があるのかなって。世話をしてたから狙われてなかっただけで、世話をしなくなったからっていうあれはあるのかなと思いましたね。お母さんの死因がよくわかんないけどね。そうなると。お母さんはでも普通に、やっぱ気を病んでってことじゃない？まあそれかだからああいう存在を見て恐怖に落ちてしまっておかしくなったのかもしれないし、精神的に。あ、でも原因を知ってしまったから、そう、なんか、何？おかしくなってしまった。狂ってしまったのかもしれないし。産地がなくなったんだ。そう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 。お母さんの死因はもう確定してるの？あ、でもあれじゃないの？あの飛び込み。あの夢で確定じゃないか。電車の中に飛び込みみたいなのが、なんか、夢で見たから、でも主人公が夢に見るんだからそれじゃないのって思ったけど。でもそれ、主人公がそう思いたかっただけの可能性は？あ、なるほどね。実はその主人公は本当は違う様子を見てたけど、なんかあまりのそのショックに、そういう風な、ことやと思い込んでるってこと。夢の視点ってあのお蚕様じゃないと思うんだけどね。まあ。どうなんだろうね。その真相がね、多分本編で語られると思うんだよ。だから、ね、それでしか語られないんだけど。本編で語られたらびっくりしちゃう。この実況、デモプレイ実況を上げたってことは、本編やらなきゃいけないってことなんですけど、よろしいか。よろしくね。まあ、それに関してはね、ほら、今まで他のやつでも、デモプレイ上げてるけど、本編上げてないやつあるから、なんとも言えないなっていう気持ち。先輩プレイでやろう。怖すぎたら、ちょっと先輩に分投げて。やろう。それでやろうよ。どうにか。ならできるかもしれない。まあ、それでもいいですよ。どうにか、ちょっとそれで、でも、続きは普通に気になるよね、ストーリー的にやっぱり。私も気になるのは怖いけど。ね。とても綺麗なゲームでした。では、まあ、話も長くなる前に終わって、行きましょうか。もう長くなったけどね。終わりましょうか。はい。まあまあまあ、まあ、長いけど。まあ。それでは皆さん、お疲れ様でした。バイバーイ。バイバイ。バイバイ。